こんにちは. 皆さん 안녕하세요 여러분. 5분 외국어 강좌, 5분 외국어 강좌, 아몬 일본어, 아몬 일본어 수업. 여러분, 요코소. 이번에는요, 좀 많이 쉽다고 하시는 학생들이 몇 분 계셨다고 들어서 여러분이 일본어를 얼마나 알아들을 수 있는지 한번 좀 자기도 좀 시험해보고 막 좀 재미로 보실 수 있도록 거의 80% 일본어로 한번 강의를 해보도록 하겠습니다. 아, 네. 皆さんが どれぐらい日本語を理解できるのか テストをする楽しくテストをするために 日本語で一回授業をしてみたいと思います. 여러분 준비되셨습니까? 준비できましたか? 네, 시작할게요. 始めたいと思います. それでは 今日の授業は第は初めましてです。なので今日の目標、自己紹介ができる。一番最初に会った時に、人と人が会った時に自己紹介をするんですけれども、その自己紹介で使える単語たちを勉強したいと思います。 네, 이번에 2과는 初めまして고 목표는 자기소개를 할 수 있다. 그래서 처음 사람 만났을 때 자기소개를 하기 좋은 그런 몇 가지 프레이즈들을 네, 알려드리도록 할게요. 두 가지 언어를 쓰니까 좀 헷갈리네요. 네. 아이사츠가 일본어では 3つあります. 아사, 히루, 방. 방은 夜のことですね. 아사, 히루, 방. 아침, 점심, 저녁. 3つの挨拶があるんですけれども、1つ目はおはようございます。おはようございます。これは朝、あっちの挨拶です。あっちみんさんに。そしてこんにちは。こんにちは。これは昼の挨拶です。そしてこちらがこんばんは。これは夜の挨拶ですね。 なので時間に合わせて시간에맞춰서おはようございます、こんにちは、こんばんは3つを使い分けてくれれば一番いいと思います。ね、시간에맞춰서나눠이렇게쓰시면좋을것같습니다。ね、合わせてが맞춰서입니다。ね、그리고ね、韓国では この言葉はよく使わないと思うんですけれども、韓国에서는잘안쓰는표현일것같은데요。日本ではありがとうございます。ありがとうございます。감사합니다。ありがとうございます。というと、相手はどういたしまして。どういたしまして。大丈夫ですよ。気にしないでください。괜찮아요。그렇게신경안쓰셔도돼요。そういう言葉を 言ってあげると良いです。그래서그런말을해주면좋아요。네、그래서이거는セットで覚えてください。ありがとうございます。どういたしまして。네、그리고죄송합니다。미안합니다。ごめんなさい。すみません。2つあります。ごめんなさいは이건좀어려워서한국어로해야될것같은데4소를加えて 許しを願う時4소를加えて。그리고13대화나가벼운상황。日常生活や簡単な状況。그럴때ごめんなさい。そういう時にごめんなさいをいっぱい使います。そしてすみません。この場合は、もう少し、丁寧な。 丁寧라는 게 좀 공손하고 친절한 그런 뜻이 있습니다. 丁寧. 그래서 すみません와 丁寧な時に使います. 네. 그리고 이게 세트로 이렇게 외우시면 좋을 것 같은데 これも セットで覚えてください. 처음 뵙겠습니다. 하지메마시테. 하지메마시테. 하지메테という言葉가 처음 初めて라는 말이 처음이라는 말입니다. まして와 고비, 문장의 오미, 끝에 쓰는 말이에요. 그래서 처음입니다. 한국어로 言うと初めてです. 그런 말인데
처음 뵙겠습니다라는 말이 하지메마시테입니다.